ガチンコ対決対決さあ、その名の通りソフトボーラー2人ピッチャーでガチ対決しようかなと。おお、やってなかったもんね。やってなかったね。ついにやりたくなかったけどこの日が来てしまいました。今後ね、コラボとかでね、やる可能性があるんでね、前哨戦ということで、はい、1人2打席ずつ、なんで計8打席かな。なるほど。ではそれでやっていきます。はい、対決久しぶりですか。バッタイ投げるの3年ぶり。3年ぶり。ちょっと心配だよね、インコースとか。あー、まあ全然当てちゃっていいっすか。あ、そっか。避けてもらって、はい、引っ張りまーす。はい、先頭回答。うおー、めちゃくちゃ鈍い音した今。ここどん詰まった。じゃあ塚ちゃん行くで。このぐらいの気持ちでいきますよ。ぶったたく。もう同じ。初球セカンドゴロ。ったな。なんでこんなしびれる。詰まるね。詰まるね。いやー、やっぱ野球で言うとだいぶ速いからね、スピードで言うとやっぱ詰まるね。まあ、まだもう1打席あるからね、うん、頑張りましょう。よし、かえちゃん2打席目。おー、えぐい。アリちゃんどうですか。はい、今のはめっちゃ綺麗なチェンジアップだったけど、まあ素晴らしいファント。そう、ファントヒットでしょうか。ヒットですね。はい、ヒットいただきました。はい、ヒット。さっき中途半端すぎたからね、フルスイングで振っていこう。フルスイングします。しびれた。スカちゃん的には今のはどうなんだろうね。あれ打球、いや、ソフトボールだったら補填ヒット。補填か。野球だったらまあショートライナー。ショートライナー。難しいね、三男がソフトボールだから補填で。補填ヒット。補填でいいんすか。優しい、ありがとうございます。完全にでもなんか打ち取られてる感じだったけどね。ありがとうございました。ありがとうございました。アリちゃんどうですか、久しぶりですか。めちゃくちゃ久しぶり。多分もう6年近くぶり。とりあえずストライク入るように頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。お願いします。ではアリちゃん VS 1打席目いきます。正解お願いします。ピッチャー返し反応された。よし、さあ、塚ちゃんの1打席目。アリちゃん、容赦しねえぜ。今のはセンター前じゃないかな。だって、反応できなかったから、ピッチャー抜けた、今抜けた。2打席目、いきます。はい、正面ですかね。正面かー、ショートゴロ。じゃあ2打席目。もうね、なんかちょっと微妙な判定が多いからさ、うん、もうこれは完全なヒットだっていうのを打ちたいね。お願いします。行きましょう。
出たチェンジアップやられた完全にやられたこれさあやっぱすごい球威あるねはい、というわけでガチンコ大決。いやーどうでした、お二人さん。どうでした。いやなんか最初ビビってたんですけど、やっぱ楽しいね対決は。やっぱりバット投げるの楽しい。久しぶりにめっちゃ緊張しました。ピッチャーになった気分。おお、本当の試合的なね。そうそうそう、ちょっと緊張してなんか高校時代を思い出しました。おお。ありがとうだ。いやでもね二人ともナイスピッチングでした。素晴らしい。ナイスバッティングでした。うん、はい、というわけで今回の動画は以上になります。チャンネル登録とグッドボタン皆さんぜひお願いします。よいしょ。今回の話は野球部あるあるとソフトボールあるある、それ以外もどしどしコメントでしょ。 MVP 賞はこちら、こちらに使われるんでいただきます。チャンネル登録はここ、おすすめの動画はこちらを見てみましょう。